今朝7時半過ぎに伊達市の聖光学院で行われた出発式には在校生や保護者などが集まりました。今年も感染防止対策を徹底しての大会となることから、段ボール1箱分の選手用のマスクが贈られました。夏の甲子園の過去最高成績はベスト8、その壁を越える戦いに挑みます。気持ちを持って思い切ってプレーします。そして聖光学院の歴史を変える命がけで戦ってまいります。選手たちはバスでおよそ11時間かけて大阪の宿舎に移動、現地で最終調整を行います。夏の甲子園は今月6日に開幕です。